この河津桜は参拝者や地元の人などに楽しんでもらおうと地元ボランティアによって豊川市東城町にある枠久栗神社の近くに2013年に植えられたもので地元では枠久栗桜と呼ばれ親しまれていますおよそ800メートルの道沿いに180本ほどの桜並木が続いていてきょうは訪れた人が写真を撮るなどして美しいピンク色の河津桜を楽しんでいましたももうう。すす、ごい素敵ですもう 毎日ウォーキングリザク桜は今月中旬頃まで楽しめるということです。